大阪都民として一致団結するような大阪を目指していきたい。東京はそれをやったんです。東京は23区民23区ありますしね、なんとか市っていうのもありますよ。でも東京はみんな東京都民として一致団結してるんです。大阪だってそれをやりましょうということなんですね。ですから今いろんなビラが配られて、こちょまかちょこまかちょこまかいろんなこと言ってますけど、そういうしょうもない話に乗っかるのか、今言ったボブのような話に乗っかってくれるのか、ぜひ皆さんに懸命なるご判断をしていただきたいと思います。バービル、ありがとうございます。あーね、ビラね、僕のところに来てますよ、本当に。あれ僕の家だと分かってるんでしょうね。なんか心なしかビラにもね、なんか気合を感じます ね。このビラってすごいんですよ。堺市長選挙、2年前の時に堺市長選挙僕負けましてね、僕の力不足で。またこれリベンジ、なんとか頑張った堺市も大阪都構想に引き込んでいこうと思いますけどもね。堺の時にもビラは本当に相手方がわんわん嘘張ってくるビラを入れてね、堺市内に最後の終盤戦、選挙の終盤戦、もう終わりの方に近づいた時にビラでね、橋本には7人の愛人がいるっていうビラ配られたんですよ。このビラは絶対妻には見せられないなと思ってね、一生懸命回収してましたけど、もう街頭演説って、橋本さん7人もいるの元気だねって言われて、僕最初何のことか分かんなかった。もう僕子供7人いるでしょ、いや7人元気にしてますよなんて言ったらね、多分あれ探してもらって、ああ本当に7人愛人いるんだとか思ってたかも分かりませんが、ビラはもうね、嘘800出てきますよ。でも僕は大阪都構想について細かな話は言いません。今のような大大阪、世界に通用するような大阪を、まあ、20年後、30年後、40年後を目指して、僕が死んだ後にこの大大阪が花開くような、そんな大阪を目指していくために、なんとか大阪都構想を実現したいと思います。そのためにも大阪市民のね、住民投票の前に、どうか中川さん、本当に皆さんの豊中市民の判断は4月の統一地方選挙で示されますので、中川さんに力をお貸しください。なんとか大阪都構想を実現しましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。それではですね、今日